はい、もちろんね、ですね。その恥ずかしい話なんですが、今日ずっとチョコをもらえないのかなって考えてたんです。古見さん友達全員にチョコを渡してるみたいでしたし、そのでももらえなくて一回諦めて、僕何が言いたいんでしょう。とにかく古見さんからチョコがもらえて、その想像してたよりも何倍も嬉しかったです。ありがとうございます。古見さん、急に古見さん、もう暗いですし送っていきますよ、古見さん。